閃光を浴びながら、背中に閃光と爆風を受けながら、私はとにかく彼女の居場所に向かって馬を走らせた。一刻も早く彼女のところに向かわねばならない。馬よ、持ちこたえて。心の中でそうつぶやいた。皆さんこんにちは、のぺんでーす。競泳都市やってきます、よいしょ。さあさあ、ゆきの元へ行くためにね、リサさんを後ろに乗せて馬が走らせてます。なんで馬が、ねえ、馬が街におんねんっていう。まあそんなツッコミはさておき、ね、もうモリコがね、得意の馬術で。てか、なんで馬乗れるんだろうね、モリコ。いや、なかなかね、うまかったよ、モリコ。もうなんかめっちゃスピード出してたからね。なんで馬なんだよ。降りましょう。やっぱりここにもいるわね。お馬さん、ありがとう。ユキさんが囚われているのは、うーわ、もうあの巨人たちがいる。もう行くとこ行くとこいるわ、もう。気をつけていきましょう。しかもなんで巨人のなんか股をくぐっていかないのかって言ってないの。あのオレンジジュースの余韻が残ってるわ。ちょっとリサさんにお話、そして大間さんにもお話、ありがとうね。あなたのおかげで助かったわ。さあ行きましょう。あ、ここ最初の街か。はい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 。しかも戦ってるのウルトラセブンだね。ここは昨日ユキと待ち合わせしていた公園だ。どうかしたの？ユキと待ち合わせしてたはずだけど、あの時初めて出会ったような。確かこの先に WP が現金を渡していたビルがあったんだ。あの時も巨大な宇宙人に追われていたな。大塚というウェブライターに会ったのもこの辺りだったな。逃げ込んだビルが崩れて滑り落ちたこともあったな。そうだな。なんかちょっと不思議ちゃんで行こう。初めて出会ったような。ユキと待ち合わせしていたはずだけど、あの時初めて出会ったような気がするのは何？なんで幼馴染なんじゃないの？ユキは森子と西あさみ公園。そうだ、確か美穂ちゃんのお姉さんが亡くなったのがこの公園の近くだと言っていたわね。あ、そうだっけ。そう、そのお姉さんはユキとそっくりだった。あれ、まさかユキ幽霊説。嘘。とりあえずお前お面外せや。もうなんかもうわかんねえわ、感情が。はい、いつものフォームに戻して。まあ、ちょっとわかんなくなってきたよ。そういえばあのハンバーガー探してた女の子いたじゃないですか。あの子も実は幽霊だったらしくて、あのお母さんが幽霊なのかなと思ったら、おっとおっと、そう、あの女の子もね、幽霊なんだって。知らなかった。柴田、WP 柴田です。先ほどの協力の件に関して取引場所を連絡します。桜区のミモザ MZ ビルのエントランスに来てください。あなたと初めて出会った建物です。彼女は今のところ無事です。お早い到着をお待ちしております。なんという丁寧な返信を、返信じゃない、返、あの、メールを書いてくれるんだ。わかった、すぐ行くわ。それどころじゃない、しばらく待ってて。どうしてメールアドレスがわかったの？初めて会った場所ってどこだっけ？いや、書いてあるけどね。うん、ちょっと、とぼけちゃおう。はーい。ね、どうせね、そこのメールに書いてあるんだろうっていう返信が来るんでしょうね。はーい。さあ、私たちはこのコインを、ちょっとなんか嫌な予感するから、ささーさーって取る。わー、すんげえな。おーっと、おー、すげえ、かわした。おー、すごいぞ。おー、唐揚げ味、唐揚げ味、唐揚げ大臣のノーマル味ね。はーい。
他にアイテムはなさそうだから、じゃあ、あの怪物たちの近くを取りましょう。おお、またあなた様に会えるとは。あの手光った時の、何の力もない哀れな私たちをお救いください。ほら、なんか教祖様になってる森子。どうしたんですか。私たちはこのお方に命を助けていただいたのです。このお方は、そうそうそう、巨大な影から地球を救うために使わされた救世主なのです。うわ、やっべえ。私たちはあなたの信者にしてください。森子教ができちゃった、自分が救世主でないことを説明する、ごめんなさい、漢字が読めない。救世主であることを受け入れよう。そうか、私はこの星を救うために現れた救世主。この能力すごいよね。いいでしょう。私の信者となり、崇め奉りなさい。ほんと調子乗るわ、森子。救世主様、ありがとうございます。救世主様、願わくばあなた様の弟子である証をお授けくださいませんでしょうか。いや、もうそんなこと言ってる場合じゃなくて、もう逃げた方がいいよ。この荒廃した世界を心強く過ごせると思うのです。お願いします。なーにかなー。そうね、じゃあ、あなたにはこの、豚の鼻をあげるわ。それでは、私の弟子である証として、これを40万円で差し上げましょう。森子、40万円でございますか。持ってるわけねえだろう。大変申し訳ありませんが、私の安月給では、40万円はとても。分割にしてあげなさい、分割に。こちらと引き換えに証を授けてくださいませ。ちょびひげ。私目にも証を。うわ、ちょびひげくれた。そうだな、もうひげ決まってっかんな。じゃあ、この男からもまたちょびひげをあげよう。それでは、私の弟子である証として、これを40万円で差し上げます。森子、やめなさい、お金もう。40万円でございますか。お金を取るのはやめよう、もう、森子。私の安月給では、40万円はとても恐れ多いですが、こちらと引き換えに証をさせてくださいませ。小粋に耳にかけた鉛筆いらねえな。何なんだこいつら。私はいいわ。実は全然信者として諦めてねえだろ。なんだちょびひげと鉛筆って。あ、トロフィーを獲得しました。救世主降臨。あら、あれやら、てかもういねえしさ。じゃあ行きましょう。おっと、なんかやろうとしてんな。ちょっと私たちが渡ってからやってくださいね。おお、もう行ってるそばから。あんたたちはあの柏木さん、走りますよ。あの全速で走りますからね。行きますよ柏木さん。そりゃあったキャー。はい、クリアリング、クリアリング、クリアリング。お、やっぱセブン。かっこいいね、やっぱセブンは。いやいやいや、かっこいい、かっこいい。さあ、柏木さん。急いで走りますよ。行きますよ、柏木さん。行くよ、はい、ここ。操作方法をしちゃった。あれ？あっちに、なんかアイテムが、アイテム。いや、やばいやばいやばい。ちょ、落ち着いてください。あー、落ち着いてください。あれが見えますか、皆さん。あ、っていうか、ここもなんかアイテムがあるわ。オレンジジュース、オレンジジュースか。
わあ、ここ怖えな。そう、あ、この敵の怪獣があっち行った時にちょっとススっていきましょう。よし、もう一歩進みなさい。もう一歩、もう一歩、もう一歩進んで、もう一歩、もう一歩。あ、下がっちゃった。よし、こう、よしよしよし、よし、あ、かけたい、かけたい。おお、なんか幻のなんか。すげえ、駆け抜けた今。え、もしかしてまたあっち行くのかもしれない。ちょっとあっちのビル、ま、マジか、あっちのビル入ったらイベントじゃねえのか。こう、ちょっと、うん、おっと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 、お、すげえ、モリコ。すげえ勇気を持ちだわ。嘘だろ。勘弁してくれよ。この世の終わりだ。うわ、またあそこ駆け抜けんのか。あ、もう、あれ、ちょっと待って。ほのかちゃんファンの人がある。え、そういえばこの前に持ってたわね。持ってたような持ってなかったような。え、始めたばかりの時にコンビニの立ち読み客から買ったわ。え、そういえば持ってたわね。なんだって、に双葉ほのかのプロマイド今ここに持ってるだって。譲ってくれ。おう、もったいをつけながらも結局は無理。もったいつけず言ってくれよ。この金額で買うよ。お、17万円。あ、全然あげます。お、やった、17万円ゲッツ。どうしましょう。なんかどんどんお金持ちになってくね、モリコ。怪盗専門の男。ちょっとパーカー直してくれ。どんだけパーカー、もう何回目かな、このパーカー直してんの。はーい、また、またパーカー壊れたら、よろしく。よし。じゃあ、この辺ちょっとパパーって調べて、先進みましょう。てめえ、何もな。何か話してごらん。もうコントローラーすんごいブルブル。コントローラーがすんごいブルブル。うわー、コインしかねえじゃん。なんかすんごいイベントあるかなと思った。ああ、できればずっと一緒にいたかった。女の子はなんて答えるの。男じゃねえよ、男じゃねえよ。お、女の子の話聞かせて。あ、これで、あ、切り替えられるのか。今、みんな、もう相当終盤だよ、今。にしよう。なんなんだ、一体。あ、ふてくされて寝てる男。すいません、私7000万円しか持ってないの。そうか、20億も取れるようななんかイベントあるか。なんかまた違う機会にそれやるわ。さあ、柏木さん、お待た。勘弁してくれよ。じゃあ駆け抜けますよ。戦っている。そこ、こ、よし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 。おっとととととととおととととととい、や、ナイス、モリコ。さあ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 、行くわよ。キャーキャー。あ、とりあえず無事。とりあえずここまで来てくれば安心だわ。ふぅ。いや、なんかコインめっちゃあるからちょっと不安だけどね。あ、どん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 。やっぱりやっぱりやっぱり。うわ、怖い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 。あ、もしかして。ああ、
昨日会った。ずっといらっしゃったんですか、ここに。無事で良かったですね。いや、あなたこそご無事で何より。物がさらに暴れて、大勢の人が逃げ惑って、とても私たちだけじゃ誘導できませんでした。目の前で多くの人が亡くなっていきました。私何の役にも立てなかった。こんな時私一人の力なんてどうしようもないんですね。あ、あなたは。何かあったようだ。栗林くん、行けるか。ダメです。ふけさん、パンツ見えそうです。ふけさん、もうちょっと足を閉じてください。ここにいては危ないですよ。あなたも逃げた方が、と気遣う。ユキが捕らわれていることを話し、助け出すのに協力してもらう。弱っているのにつけ込み、救世主を実証して、お金を巻き上げようとする。ちょっと、森子教を広めようか。あなたが打ちひしがれるのも無理はありません。もともと人間は弱い存在。すんげえ、いきなり饒舌になってんな、この女。あの巨大な影のような未知なる脅威に抗おうとすることが間違いなのです。未知の力の存在を受け入れるのです。自分の人間の弱さを受け入れるのです。ありがとう。なんだか少し気が楽になりました。うわー、やばい、ふけさん。ふけさん。これからずっと誘惑に負けてはダメ。暮らすのは不安です。そうでしょう、そうでしょう。実は。これは？かくいう私も未知の力を持っているのです。しかしこの能力は、この星を救うためのもの。ここに未知の脅威からあなたを守ってくれる。うわー、ふけさん。自分をしっかり。よければ、モリコの言葉に耳を傾けてはダメ。はい、お願いします。うわ、またなんかアイテム差し出すの。うわー、何あげような。あ、そういえばこの女王様のマスク、まだモリコにつけてねえや。ちょっと後でつけよう。そうだなぁ。あ、そう、さっき、OL の方にもらった、この赤鉛筆を、あげよう。では、お守りとして、これを40万円で譲って差し上げましょう。クズ野郎だよ、40万。40万円ですか？すみません。40万円なんて大金、今は、持ち合わせがなくて。お願いです。これと引き換えにお守りを譲ってください。ふけさん、鉛筆ですよ、ただの洗濯ばさみ。もうこいつらいらねえもんしか、もう渡さねえじゃねえか。なんかどんどんグレードが下がってんだけど。あ、寝る。最初の巨大宇宙人が現れた交差点の北東の角にあるビルです。ちゃんと場所の方まで、しっかり送ってくれましたね。いや、柴田さんもちょっと、どこですかって言われた時頭痛かったのね。メールに書いてあるのに。北東だから、こっちか。ちょっとコイン取ってから行きますわ。あとコイン、コイン。あ、花屋さん。なんか、違う人の、実況動画で見たときに、この花屋さんが、ね、なんか、打ちひしがれてるところを励ますみたいなの見たことある。あらあら。ちょっと、森子とはちょっと縁がなかったけど。ああ、なんかめっちゃ、森子が震えてる。コインコインコイン。うん。で、アイテムある。オレンジジュース。なんかオレンジジュースたくさん落ちてんな。
お腹タブタブよ、私。おっとっとっと、おっとっとっと。なんという大きさ。さあ、もうアイテムはないかしら。ここの中に WP の連中が連れ去ったユキさんがいるらしいわ。本当にいいの？奴らの目的はあなたの能力を兵器に利用することなんでしょ？捕まれば何をさせられるかわからないのよ。それでもユキさんを助けに行くの？とにかく彼女を助けたいんです。私の能力で彼女を助けます。ここで見捨てるような女は嫌いでしょ。だから助けに行きます。あんまり気取りはしないけど、ここまで来たんだし助けに行きます。いやー、ここで見捨てるような女は嫌いでしょ。ちょっとカッコつけよう。リサさんはここで見捨てるような女は嫌いでしょ。だから助けに行きます。なんでキャピ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 しだしたんだろうね。それじゃあ行きましょう。なんでブリブリしだしたんだお前。ここが、あ、ユキ遅かったですね。あなたの異変を呼ぶ能力のせいで。あ、まあ、そうだったかもしれないね。外は大変なことになっている。それもすべてあなたが元凶だ。あなたはこれからずっとその能力を背負っていくことになるんですよ。我々はそんなあなたに有意義に働いてもらいたいと言っているんです。あなたを目的の町へ送り込む。すると町は異変で崩壊する。誰の手を汚すこともない。我々はあなたを兵器としてレンタルするのです。世界中でその能力を欲しがる国や陣営はたくさんいますからね。狂ってやがる。もちろん彼女の安全も保証しますよ。どうですか、我々に協力してくださいよ。あなたたちの仲間になんかならない。彼女を離しなさいと誘いを断る。自分の能力を信じ異変を呼び寄せて切り抜けようとする。断る前にギャラの交渉をしてみる。まあ断るからね。うん、ちょっとまあ断るの、断るから、断るから、うん、まあちょっとギャラの交渉してみようかな。協力するとしたら契約金はいくらもらえるの？ああ、柏木さんギョってした今。怖い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 。興味を持っていただけましたか。それではこれでどうでしょう。1万円ね、100万円ね、1億ね、100兆、100兆だよね。100兆だよ。100兆。あ、100億円。100億円、ね。それでいいわ。いいだろう。もう、恥ずかしい。100兆なんて持ってるわけねえだろ。日本の国家屋さんだもんね。一旦現金で2000万円もらった。申し訳ないが、今はこれだけしか持ち合わせがない。全然違うじゃない。8000万は小切手で。残りの99億円は5年間の分割支払い契約書。なんで分割なのよあんた。こんな、あ、99億の契約書。おーし、トロフィーを獲得しました。補産資産1億円達成。お、ナイス。トロフィーを獲得しました。忙しいな。保有資産100億円達成。ナイス。ずっと隠れてるつもりだったんだかな。余計なことはするもんじゃないな。大塚さん。大塚か。我々のビジネスを邪魔しない。こいつら撃ちやがったな。大塚、大丈夫か。脱出用のヘリを呼んでやる。なんでそっち側なんだ。お前はとにかく奴らの注意をそらせ。近くにあった消火器を噴射する。能力を使うふりをして、行々しく。ごめんなさい。もう漢字苦手だ。ちょっと、このゲーム終わったら勉強します。手を振りかざす。あ、宇宙人だと建物の外を
の巨人を指さす。それで行こう。あ、宇宙人だ。宇宙人だって。やばい、部下の頭が相当悪い。今だ、走れ。いやー、みんな逃げるのよ。マスカ追ってくる。マスカ追ってくる。追ってくる。追ってくる。追ってこないね。よし。やばしい。追ってけおったー。やれ。キャー。こっちは入んないね。キャー。追ってけおった。もう追ってけおったよこいつ。おっと、ほら。こんな大きな蹴りが当たるかよ。キャー。おとなしくするんだね。嫌よ。絶対嫌よ。この100億円は絶対渡さない。なんだって今モリコは保有資産100億円の女なんだから。100億よ。何回ナイトプール行けるのかしら。もうユキトもう毎日ナイトプールよ。逃がすか。いやー、やばい。おーっと、柏木さん。あー、モリコ。あれ、あ、え、なんで。柏木さん、柏木さん、なんで。嘘でしょ。うーわー、あなたには随分手こずらされたわ。でもこれでようやく終わりに。そうだったんですか、柏木さん。柏木さん、どうして。柏木さん、やっぱり怪しいと思っていたのよ。なんてこと。私の憧れのリサさんが悪党の仲間だったなんて。さすがリサさん、そのミステリアスさ、これ直すわ。リサさんなら私を、まあ何をされても構わないわ。そうだな、何をされても構わないわ。リサさんになら私は何をされても構わない。おい、撃たれてんだぞ。そんなに思ってもらえるなんて。うわー、引いてる。でも私はあなたの知っている柏木リサではないわ。 WP コンサルティングの代表取締役神尾玲子。ああ、そうなの。そうなの。ところで、何をされても構わないと言っていた。あ、いや、違います。ジョブです、あれは。どれくらい何をされても構わないの。うわー、なんか逆に聞いてきたな。思いっきりグリグリされても構いません。思いっきりバシバシされても構いません。ヘロヘロ、ガクガク、ぐちゃぐちゃ、びしょびしょ。なんか、どれもこれも、卑猥な卑猥な擬音に聞こえるけどな。びしょびしょ。思い切りびしょびしょにされても構いません。本当、撃たれてそう。撃たれてんだぞお前。いつか思いっきりびしょびしょに。うわ、何されるんだろう森子。ところで、私が貸したスマートフォンね、GPS がオンになってる。そういうことか。それを使ってあなたの居場所をこの彼らに教えて。あ、だからこいつらついてきてたんか。この二人がヘマをしてあなたに防衛関係の官僚に現金を受け渡すのを見られてしまったのが始まりだったわ。取引先の兵器を採用してもらうためにちょっと便宜を図ってもらおうと思ってね。あの時は私の判断であなたを始末しようと思ったのだが、行く先々で異変が起こり何度も失敗した。せっかく私があなたの居場所を教えたりおびき出したりしてたのにね。でも今なら納得できるわ。あなたを取り逃がし続けたのはそのとてつもない能力のせい。あなたたちを責めることはできないわね。
一緒に行動しているうちに気づいたの。あなたのいる場所にしか異変は起こらない。最初は所長何言ってんだと思ったよ。でも確かにお前のいる場所にしか異変は起こってねえからな。その能力を使えばとてつもない兵器ができる。もうそれまでの兵器が役に立たないくらいのね。それであなたを始末するのをやめ生かすことにしたの。我々 WP コンサルティングのサービスとしてね。そろそろ行きましょうか。この人たちは負傷しているから、これ以上怪我させないように捉えなさい。うわ、逃げなきゃ。抵抗すると怪我するからやめてね。やばい、ぐしょぐしょにされちゃうよ、モリコ。打たれた足の痛みをこらえつつ逃げようとする。自分の能力で足の傷を癒せないか試してみる。観念して降参する。へー、まあ直すの時間かかるだろうからな。現実的な手で逃げようとしよう。あー、森子足が痛くて。いや、頑張って森子。痛いだろうけど。あれ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 、まさかまさか治ってる。おお、能力すげえ。まあ、なんか初めて光る以外の用途が見つかった。さすがね。すごいね。いや、私も初めて今気づいたの。おつーゴー。あ、うわー、なんかスローモーションになってる。あっ、いやでも勇気に当たっちゃう、勇気に当たっちゃう。やめてー、やめてー。ああ、勇気大丈夫。あ、落ちちゃった。まさか、モリコ、どうした、モリコ。あ、柏木さん。何も言わず、柏木を助け上げる。柏木のことは許せないが、助けてあげる。私のことを諦めると約束するなら助けると言う。社長、今助けます。WP の社長にしてくれるなら助ける。私に丸々してくれるなら助ける。ダメだ、柏木さんを引き上げる力がない。柏木さんを許すことができないし、しかも手が滑りそう。丸々してくれるなら助ける。私に丸々してくれるなら助けます。最低だな、モリコ。何なの、丸々って。とにかく何でもするから。何だろうね、丸々ってね。考えてごらん。あ、ユキ。柏木さんはヘリに向かってください。私はユキを連れて行きます。私はあなたの圧倒的な力で戦争というものを無意味なものにしたかった。亡くなった弟さんのことを、弟のような悲しい出来事を起こした。あの話は本当なのね。リサさん。あ、ユキ大丈夫？立てる？さあ行くわよ、ユキ。おい待て、まだ人が残ってる。ダメだ、これ以上待つとこっちも危ない。藤原さんじゃないですか。あ、取り残されてしまった。ごめん、あなたを助けることができなかったと謝る。ごめん、私のせいであなたを巻き込んでしまってと謝る。なんだって私ばかりこんな目に遭うのよと怒る。もうヘトヘト、動けないわ。観念する。そうだな、ここはちょっとそんな笑いなしでいこう。あなたを助けることができなかったと謝る。ごめん、あなたを助けることができなかった。大丈夫だよ。大丈夫だよ、あなたは私が。はい。
これから私はあなたにさようならを、いえごめんなさいを言わなければなりません。私はこの星に住む河野ゆきではありません。宇宙をさまよう思念、それが私です。いや、何が始まった？ちょっと待って。私は長い間宇宙を旅してきましたが、ある星系から強大な影に追われ、気づき休息を取らなければなりませんでした。そこでこの星に立ち寄り、ハイテンションで街へ繰り出したあなたを見つけたのです。休息の間、私を守ってくれるものが必要でした。そのためあなたに力を預けました。影を追い払うほどの力を渡せませんでしたが、それが精一杯でした。はい、ゆっくり読もう。はい。私は河野ゆきというものの思念をもとに、その姿を借り、あなたの記憶に干渉して守りたい人となりました。そして力を取り戻すまでの間、河野ゆきの思念に隠れ、影から逃れようとしたのです。影は私が長い旅で得た知識と力を宇宙を支配するために利用しようとしています。私は影に囚われるわけにはいかないのです。しかし、この星でも影は次々と現れました。その中で、あなたといる時間はとても興味深いものでした。あなたは河野ゆきに少しずつ惹かれていきましたね。なんとか逃げ延びることができてよかったです。でも、あなたの渦巻きヘラクレスカメレオンのモノマネが聞けず残念です。そういえば、とても大きな食べ物も食べましたね。私の分も食べてくれてありがとう。そう、その後、あなたは危険を顧みず炎の中に飛び込んできてくれましたね。とても頼もしかったです。あの後に訪れた病院で偶然河野ゆきの家族に再会しておき、彼女の感情が高ぶっているのを知りました。私を狙う影によって彼女の家族を巻き添えにしてしまうと思い、遠く離れた会場の小舟に飛びました。あ、ゆきだったんだね。しかし影の追跡は止むことはなく、海の底からも現れました。そのため私は影に見つからないようにできるだけ思念を潜めるよう努めることにしました。私が潜んでいる間の行動は河野ゆきの思念に任せるようにしました。あなたがこの星の住民の攻撃を受けた時、河野ゆきはあなたを懸命に守ろうとしました。大盾にした時ね。ゆきは私の予想を超える行動を取るようになっていきました。本来河野ゆきはあなたに守られなければなりません。しかし彼女はあなたを身を挺してまで守りたい存在だと思うようになっていったのです。あら、でもお互いを思い合うあなたと河野ゆきの信頼関係をとても頼もしく思ったのを覚えています。不気味な研究所であなたは河野ゆきを指さした時は、彼女はひどく悲しんでいましたよ。ごめんゆき。私は今までずっと一人で旅をしていました。その中でもこの星での旅はとても興味深いものでした。あの WP の力を利用しようとする発想と執念は、これまでの影とは違う初めて知る脅威でしたし、自分が助かるためにユキを WP に突き出した時のあなたの複雑な思念もとても興味深いものでした。うん、下水道の中を進んだりいろんな場所に行きました。今では全ていい思い出です。本当にもうあの突き出した時もね、心痛かったよ。あなたと共にいた時間は短かったですが、とても大切な時間になりました。姿を変えた河野ユキには長い眠りから呼び起こすようなことをして申し訳ないと思っています。あなたの献身的な働きには感謝しています。おかげで力を取り戻すことができました。あなたの思いもよらない行動には何度も驚かされました。とても楽しかったです。森子、守ってもらったのがあなたでよかった。降り立ったのがこの星でよかった。さて、私はそろそろ元の旅に戻らねばなりません。あー、ユキー、そうだったんだ。ユキとさよならしなくちゃいけないのか。あー、それはなんて悲しい。
あ、ユキ。ありがとう。さようなら。さようならなんて言わないでくれ、ユキ。行かないで。行かないで。ユキ。教えて。私の行動や考えていたことは、私の意思ではなくて、気づかないうちにあなたに与えられていたものだったの。あなたと経験したいろいろなことも、あなたへの私の感情も、あなたから与えられたものなの。もうユキは答えてくれなかった。いや、私は自分の意志で行動し、ユキへの感情を抱いたのは、ユキへの感情を抱いたのは、こんな時に噛んでごめんなさい。自分の意志だったかどうかはどうでもいい。そんなことを考えている場合じゃないな。いや、私は自分の意志で行動し、ユキへの感情を抱いたんだ。ずっと好きよ、ユキ。が覚めたか。あれ、ユキは？誰だそれ。ユキって知ってるか。いや、誰だ。そんな。知らないわ。ああ、知らないな。そうだ、確か彼女からブレスレットをもらっていたはず。あ、あった。ほら、これユキからもらった。あ、ブレスレットが消えた。なんだ、腹でも減ってるのか。ほら、これでも食べときな。唐揚げ大臣スペシャル思い出味を手に入れた。2000XX 年4月に起こった後に紫の悪夢と呼ばれる一連の異変はわずか数日の出来事であった。世界中の研究機関が数ヶ月もの間その現象と原因を調査したが何もわからなかった。巨大異星人や巨大怪獣の出現により宮戸市を中心とした120キロ圏は甚大な被害を受けた。ウェブライター大塚秀康は一連の異変での自らの体験談を刊行しベストセラーとなった。WP 代表の神尾玲子は逮捕された。組織が今回の異変にどのように関わったのかに注目が集まる。この物語の主人公鬼桜森子は一連の異変で巨万の富を得たと言われている。待って。トロフィーを獲得しました。共栄都市艦ステージ17、共栄に沈む都市。カン。さあさあ、ちょっと記事最後にじゃあ読んでいきましょうか。ああ、ユキが消えてしまいましたね。ああ、嘘でしょ。あんなに愛していたのに。もう、最後はね、ありがとうと言って消えていきましたよ。そしてさよならと言って消えていきました。でも私はね、あれなんですよ。あ、警部。ああ、藤原さん。ああ、そうだったんだ。
いやでも藤原さんのおかげで私たち助かったからね。結局なんかでもこのモリコの紫の光のレベル3のままなんだけど、レベルはそれはなんか知らず知らずにレベル上がってたのかな。あーそうなの、花屋を続けると。あー柏木さん逮捕ね。いやーこの人がねまさかそう、なんか誰が銃撃ったのかなと思ったら柏木さんだった時はほんとびっくりした。いやだからあんなね、モリコがなんかドン引きするようなこと言ってもなんかクイズら食らいついていくように献身的なねなんか対応してくれたのね。そうか。あー勇気待って、あ資産が100億7705万8740円、すげえな。モリコすげえわ。いや最終的にはモリコはお金持ちになったと。そうか、おめでとうございます。いやーでもねー、こんなお金よりもね大切なものを私はなくしてしまいましたよ。私はこれからどうやって生きていけばいいんだろう。時々でもそんな私を見て叱って、遠くで叱ってね、ユキ。さあ競泳都市全クリしました。いや本当にあの応援ありがとうございました。いや本当ねすんごい楽しかった。あーもう本当ねなんかユキにすんごい苦労かけてばっかだったなって思います。いやでも、ね、本当になんか最後はね、いやなんかユキがモリコのことを大切に思ってくれてよかったです。いやほんとね、なんかこう笑いあり追い時あり、でもこうねいろんなシリアスな場面とかあったりで、ね、ほんとになんかいろいろ考えさせられた作品でした。いやすごい面白かったです。それでは次回新シリーズ楽しみにしててください。それではご視聴ありがとうございました。次回作品をお楽しみに。よろしければチャンネル登録お願いします。ノペンでした。さようなら。またお会いしましょう。